福岡市博多区で建設が進められている九州初進,初進出のララフォート福岡、来年4月の開業が正式に決まりました。 開発にあたる三井不動産や西鉄などによりますと来年4月の開業が決まった三井ショッピングパークララポート福岡の1階にはおよそ1900坪ものフードマルシェが誕生します中心となるのは西鉄ストアの新業態で食の出会いの場をコンセプトとしたレガネットトデイイリーーエエンターテイメンタテメスクエアですこの地にあった福岡市の青果市場の記憶を受け継いでいこうと 店内には生鮮食品の専門店が出店するほか、雑貨やホテルシェフが手掛けるスイーツも販売されます。また、子ども向けに本物のバスの一部が設置され、運転手の制服を着て写真を撮ることができるということです。JR 竹下駅から徒歩9分の場所に建設中のララポート福岡には、これまでに60以上の職業が体験できる子ども向けテーマパークキッザニアや、 実物大のガンダムの展示などが発表されています。